日本の皆さんこんにちは。今日は第9人の PMM の宣教師の方々のリトリートを行っておりますが、ただいまはその休憩時間、この美しい自然の公園にやってきました。そしてここには8家族、おりまして16人も子供が一緒に参加しております。この人たちは3家族が中国へ、4家族が台湾へ、そして1家族がアフリカのウガンダへ宣教師に行くことになっております。あと半年、来年の3月にはそれぞれの任地へ向かってこの人たちは出かけますけれども、今宣教師としての心構えをいろいろと勉強しております。そのためにアメリカのアンドリュース大学からインスティテュート・フォー・ワールド・ミッションというそういう機関から特別に、シェリル・ドスという先生をお迎えして朝のような勉強をしております。そして私たちは異なった文化の国でどのようにして宣教師として働くかを今一生懸命勉強しております。どうぞ皆さんもこの方々のことを覚えてお祈りしてください。日本には今現在11人の宣教師がおりますが、やがてこの人たちの後を継ぐ宣教師がまた韓国から日本に送られると思います。そしてその人たちのことを覚えて期待し、また喜んで歓迎していただきたいと願っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。